はい、どうもメトロマンです。6日目です。タイムキャップバイインですね。今回のタイムキャップバイインはですね、2つのムーブメントを1分ずつやります。でその後30秒休憩入りますので、最後にエクストラで30秒間続くムーブメントを行います。だからずっと1分間1分間30秒休憩30秒ずつっていう感じですね。ダンベルを使うのが一番最後ですねという形でやっていきますので、僕と一緒にやっていただければ1分ずつっていうのが大体分かると思うので、それで一緒にやっていければと思います。Let's go。最後のはですね、ダンベル使うんですけど、ダンベル自体は動きませんので、最初はちょっときつかったですね。ロックンロールっていうやつなんですけど、何かっていうと、ロックとロールですね。ロックっていうのはガチャンってやつですね。ロールってスライドさせるんです。ロックをかけるとロックします。スクワットでロックですね。ガチャンって。その後ロールですね。ロールするっていうのが組み合わさってる。まあ私オリジナルですね。はい。次がですね、シャトルランなんですけど、本来シャトルランってこう走りながらこうタッチしたりするものなんですけど、今回はエアを近くに使うっていうのをちょっとやってみたいなと思って、一番最初の初日に近く飛ぶのがあったんですけど、飛ぶのではなくて今回は2本ぐらいだとジョギングの感じで2本ぐらいでまた向きを変えて2本ぐらいで行って、元の地点に戻ったら止まらないでジョギングのまま2本ぐらい行って、2本ぐらいっていう感じで1分間動き続けるというものですから、最後のダンベルロッキングチェア、足首を後
非常に一回フォーカーで倒してから前に戻ってっていうロッキングチェアの形を膝、足関節と膝関節と股関節で、ね、トリプルエクステンションなんですけど、この3つをうまく使ってダンベルは押さえてくれます。股関節の曲がるところを押さえてくれます。で、これを行う部分をちょっと難しいですけど、やってみてください。バランス感覚の部分も養われますので、いいトレーニングだと思います。いかがでしたでしょうか。まだまだ続きますので、明日もまた元気にお会いしましょう。じゃあまた。